ろしくお願いします。では後半は3週目から説明していきます。3週目はですね、真ん中あたりにありますね。真ん中あたりにあって、そして一番際立つというふうに前述した通りです、ね、でもうちょっと言うと2週目だけは型が違いますから、これはまあ補足的なものとすると1、3、4となって本当の真ん中になりますよね。これがまあ一番目立つというわけですね。構文的に見ていきますと、構文的には扇の要の部分に梅の花が来ます。格子がある対象である梅の花が来ますから、ドンピシャなんですね。ドンピシャの構文になっている、ね。なおかつ構図的に見ていくとどうなるかというと、これがまあ前半のそのね、過去の世界、あの人に見せたいなと思っている、ね、梅の花、それがこういうふうに、まあ、見えないよと。でもこれズームアウトしてませんよね。ズームアウトしてないという点で、やはり1週目とは違うというふうに考えられるわけですね。2週目で、予想されたこの失って知る恋しさ、これが現実のものとなるのが3週目なんですけれども、3週目では雪で見えない梅を雪で見えないからこそ強く意識します。ね、もう一度言いますと、雪で見えない梅を見えないからこそ強く意識します。ね、また詳しくは後で述べますけれども、次に来る4週目はね、こんな風に強く意識しないんですね。ですから、まあ、全体的な構成から言ってもですね、真ん中あたりで、この、ね、3週目の真ん中あたりで、際立つということになるわけですね、はい。では4週目についてお話しいたします、ね。4週目については先ほどね、前半のところで私がお話ししました、1週目より2週目の方が条件が厳しくなるという話を思い出してください、ね。1週目と2週目では2週目になって条件が厳しくなるから失って知る恋しさが出てきたというふうに言いました、ね。この3週目と4週目の関係も同じだと思うんですよね。どういうことかと言いますと、3週目では、まあ、その当日限りの雪なんですけれども、これは連日の雪になりますね。連日の雪になって状況が厳しくなりますね。それから、3種目の梅なんですけれども、この梅っていうのはこの当時はね、梅っていうのは、まあ、家の庭に植えられたものというふうに考えられています。ですのでこれは自分の家なんですね。それを進みますと、それに対するね、この脳を読む、4種目というのは、家から離れたところということになりますね。家から離れたところに思いを馳せることになります。つまりですね、4週目の状況は3週目の状況より厳しいわけですね。雪は連日降っている、それか、そして、それが家から離れた場所ということになれば、まあしばらくの間春夏休諦めようかなというふうな気持ちも出てくると思います。状況の厳しさですね、連日の雪と、それから家から離れたところであるということ、この状況の厳しさが状況に屈しての定感、ね、これですね、諦めを、まあ、引き出してくるというわけですね。もちろん諦めてテンションが下がるということになれば、ね、相対的に、まあ、強く意識するこの3週目が目立つことにもなりますね。実にかっちりきっちりした構成美を私は感じます。また4週目を細かく見ますと、1週目とね、似てるんですよね。何が似てるかというと、まずですね、一番目立つの要の位置には小石がある対象が来ません。あるのが来ません、ね、こちらスメレが来ません、来ませんでした、ね。そしてですね、4週目で言いますと、今度はね、メインは野に雪が降ることに移っていきます。1週目では野宿にね、こうテーマが移ってきましたけれども、4週目ではですね、野に、雪が降るということがメインになっていますね。メインということに関して、ちょっとね、詳しく補足しますと、4週目に関してはメインという言葉は主節と置き換えてもいいと思います。主な節ですね、主節と置き換えていいと思います。3週目とちょっと比較しましょう。3週目にも雪の降れればってやったでしょ、まあ、雪降ってる点は同じなんですけどね。
でもいいですか、雪が降っているので、ので、いいですか、これ従属節って言います。理由を表す従属節です。で、この3種目の主節は梅の花がそれとも見えないということですね。これが主節なんです。とすると、いいですか、3種目から4種目の間に主役の座がね、移っちゃったんですね。従属の位置であった雪がですね、主役の座を奪って、雪が降るってことが主役になる。つまりこの圧倒的な存在感のね、雪によって、まあさらにこの春菜は埋もれるということなんですね。4種目のですね、この構文をまとめますと、恋しがる対象である春菜が、すっかり霞んでしまう、ね、というふうに言えるかと思います。そして構図的に見るとですね、こんなふうに言えるかと思うんですよ。まず最初、ね、こんな風に、まあ、しめ縄で囲った場面がありますが、真ん中に春菜がありますけれども、それが、ね、のというね、広い場面にこうズームアウトしていきますね。ズームアウトがあります。これもやっぱり一種目とね、共通しますよね。すなわち頭と尻尾でね、こうね、ぐるっと円環するっていうね、そういう構成が言えるかと思うんですね。こちらもきっちりかっちりした構成だと思います。あるいはですね、ひょっとしたら4種目についてね、これ4種目っていうのは今言ったのじゃなくてね、失って知る恋しさを強く意識するんじゃないのかというふうにね、考えた人がいるかもしれません。それについてね、ちょっと説明しておきたいと思います。今述べました通り、構成、構文、構図、ね、ここから考えて、やはりですね、ここは失って知る恋しさが増幅するとは考えがたいと思います。まずですね、状況が厳しくなって諦めが引き出されています。それから構文的、構図的に、春菜が埋もれている、ね、春菜が埋もれていますね。そして、4種目でこう、ね、テンションが下がるとなれば、3種目が盛り上がる構成になりますし、4種目が1種目と似ているということになれば、ね、ぐるっと円滑する構成も成り立ちます。やはり最後の4種目というのは、そうやっていろいろ考えていくと、全体的な、ね、構成とか、それから構文構図なんかを見ていくと、状況に屈しての定感とみなすのが妥当ではないかと思うわけですね。ところでこの、4種に関しましては、一つ言っておきたいことがあります。従来何が議論されてきたかということです。従来ですね、こんなことが議論されてきたんですね。この歌はどこからどこまでが男の立場で読んだ歌で、どこからどこまでが女の立場で読んだ歌だってことがよく議論されてきました。私はそんな議論というのは決着するものではないと思います。そして、もっと他に目を向けるべき点があると思います。もっと他に目を向けるべき点というのは、今私がね、ここでお話ししたような点です、ね、精密な赤人の歌に対しては我々もまた精密な態度で読まなければならないのではないでしょうか。例えるなら、工学顕微鏡、ね、理科室にあるような工学顕微鏡を研究所にしかないような電子顕微鏡に変えるような、そういう気構えで精密に読み込んでいかなければならないと私は思います。なおですね、今話したことは私のこの本に書いてありますのでご参照ください。ありがとうございました。